皆さん、こんにちは。今日は2024年6月10日月曜日です。今日のテーマは、香港の警察が国家侮辱で観客の男女3名逮捕しました。そして、電気自動車の大国、中国ですが、この5年間で破綻した EV 自動車メーカー、 400社以上なんです情報が多いので少しずつ話をしたいと思います。1、ベトナムの情報ですが、中国の地質調査機構が通知もなくて、ベトナムの EZ 水域に入ってきて調査しています。船の番号は海洋地質26号でした。今年5月24日、 海南署の地質調査局へ配属されました。総トン数は1311トンなんです。全長は63.5メートルです。幅は12.6メートルです。そして35日間連続で活動は可能です。定員は34名です。この船は海底のエネルギー、資源を 調査する船です。この船は現在、中国の地質調査船の中においては最先端です。配属されて先にベトナムの EZ と水域に侵入しました。ベトナムの外務省は今回抗議ではなくて、あくまで中国政府と交渉しています。ベトナムの EZ と水域での調査活動をやめてほしいですと要請しました。 お互い外交の関係を維持するためですし、今後の派のためにやめてほしいですと交渉しました。また、ベトナムは南シナ海で人工島の建設を加速しています。ゴミとか海に埋めて新しい土地を作っています。中国はそこにいて、島を島にして自分の領土ですよと主張しています。中国はこの10年間で 16号の塩などなどを埋め立てていて、拡張した面積は合わせて15.8平方キロメートル以上です。ベトナムも負けずに、領有権を主張する25の塩などを埋め立てていて、約3.5平方キロメートルを拡張しました。しかし、中国の建設スピードは落ち着いてきました。 ベトナムは加速していって、中国より速いスピードでやっています。まとめるとですね、みんなそこにいて、先に島を作って、自分のものですよと主張しています。南シナ海においては、中国とベトナム以外に、台湾、マレーシア、ブルネイ、フィリピンも一部の島、あるいは一部の島を自分の領土ですよと主張しています。次ですに、ね、 日米韓三角国の軍艦ではなくてパトロール戦。6月6日、日本の宴会で初めて共同演習しました。演習の内容としては船と船衝突しました。火災となったんです。その時にどうしましょう三角国は情報を共有して救済活動をします。海で捜索します。人を助けるんです。 フィリピンのメディアはこれについて分析しました。中国の海警船はいつも危険な行動をしていますので、そして日米韓三カ国は準備しています。三カ国はこれからインド太平洋の安全を守ってくれるでしょうか日米韓この間契約して海の資源を守ります。密漁の取り締まりするのですし、海での救助活動を強化します。 というふうな契約でした。つけてです。3. 北朝鮮ですね。また韓国に向けて運航を風船につけて飛ばしました。6月6日、韓国にいる北朝鮮の脱北者たちは活動しました。北朝鮮に向けて大型風船10個飛ばしました。20万枚のチラシ、USB メモリーカード5000個、1ドルアメリカの紙幣2000枚つけて飛ばしたんです。 チラシの内容について、キム・ジュンさんのことを批判しました。USB メモリには、韓国で流行っている韓国語の歌であったり、冬のその他のドラマも入ってあります。この団体は定期的に気球を飛ばしています。食料品とか医薬品などなどを入れて飛ばしたりしています。次です。4中国政府が主導する台湾と大陸両岸。 経済貿易文化フォーラム6月15日、アモイで開催します。中国政府は発表しました。金文県の副県長たちが参加してくれます。これについて台湾側はすごい批判しました。両岸経済貿易文化フォーラムとは、中国政府が作った統一作戦の道具です。台湾の中央政府として、 今の来大統領ですが、地方の代表に参加してほしくないんです。でも止めることはしません。台湾の個人、また団体は、一国二制度、両国の統一に関するイベントを参加してはいけません。もし会談でこのフォーラムに参加して、台湾の主権とか領土に関する話が出たら、台湾の司法は許しませんよと警告しました。 アメリカの司法部はこれからマイクロソフト、オープン AI、NVIDIA 社に対して独占調査をしていきます。理由としては AI の技術を管理、規制するためなんです。オープン AI はアメリカの消費者のデータを収集しています。これは適切でしょうか分析します。マイクロソフト社はオープン AI に対して多さんを投資しました。 アメリカは実はですね、EU より遅れています。今年4月 EU では世界で初めて人工知能に関する法案を作りました。目的というのは消費者のプライバシーを守るためなんですよ。次です。6。中国にある欧州企業の連盟が調査したことが、えー、発表しました。中国にある欧州の会社、2013年平均売上げ、 38%減少しました。同期比です。売上が20%以上も減少した会社は17%です。平均利益32%減少しました。44%の会社はこれから2年間期待できませんと答えました。欧州商家の主席が説明しました。欧州の会社はものすごい期待していました。コロナが終わって、 中国での業務は再開できますし、きっと良くなります。しかし、全然良くなっていません。主な原因とは、中国の不動産市場が低迷。消費者はお金を使わなくなりました。欧州の企業にとって、これは予想外です。欧州の会社はですね、製造業が多くて、中国の生産過剰の問題で、価格競争が始まりました。次です。7。 6月6日、香港ではサッカーの試合がありました。香港とイランです。しかし、観客ですね、男性2名、女性1名、そこで逮捕されてしまいました。原因としては、試合の前、国歌を演奏します。中国の国歌ですね。規立だよと言われて、みんな立っていました。でも、2名は立ちませんでした。1名は立ったんですが、でも、背中を サッカー場に向けました。サッカー場にはカメラが多かったんです。香港の警察官はカメラを確認して現地にいて3人のことを逮捕しました。中国の交換を侮辱したという罪で現行犯逮捕しました。サッカー場には私服警察官がいっぱいですし、隠しカメラ持っていますので観客の動きを撮影していました。約4年前でした。 反に引き渡し条約を批判して、サッカー場で、香港の方は抗議活動がありました。大陸の国家が放たされて、みんなそこで香港の歌、香港に栄光あれという歌を歌っていました。2020年6月、香港の議会では、国家条例というものを作ったんです。国家を馬鹿にするとか、侮辱するですね。最高懲役は5年間です。 は万香港はですね、これからウイグルとなっていくでしょうか我々は思っています。香港ですね、北朝鮮と全く同じです。中国大陸よりも厳しいんですよ。原因はですね、中国では国家放送されました。そこまでは立つとかですね、別にやっていません。でも香港ですね、中国大陸よりも 厳しいんですよ。これはウィブルでしょうかというふうに我々は思います。香港の GDP はについてシンガポールより2倍、3倍も多かったんです。現在シンガポールの7割となってしまいました。つまり香港の魅力どんどんなくなってきました。次です。8、テスラ自動車について話がありまして、6月8日発表されて、バイドゥマップという自動運転システム、 中国でサービス提供開始です。高速道路だけではなくて、都市部の下道でも自動運転は可能です。テツラ庁舎ですね、今年から売れなくなりました。でも4月、マツコさんは北京を訪問して、バイトマップと連携して自動運転システムを提供しましょうと決めたんです。バイトはですね、中国の会社ですが、マップを提供します。テツラ庁舎は、 自動運転システムを提供します。また5月、テスラ自動車の販売状況は、同期比77%増加です。非常にいいんです。現在ですね、テスラ自動車ですね、キャンペーン出しました。頭金はゼロで、金利はゼロで買えるんです。なので、結構売れています。しかし、キスリー記者の社長さん、リーさん発言しました。中国の電気自動車、 世界一競争が激しいんです。科学競争をあって、みんなコスト削減を考えています。そうすると、良くない材料を使ってしまいます。2018年、電気自動車ブームがあって、補助金もあって、全国電気自動車の会社、当時ですね、487社もあったんです。2023年、現在運営している電気自動車ですね、わずか40社なんですよ。つまり5年間で、 400社も消えてしまいました。また、中国の電気自動車、小本自動車の社長さん発言しました。年間10万台売れていて、30万台売れていて、これはいけません。5年から15年で消えてしまうんですよ。中国の電気自動車ですね、やっていくには年間300万台売れなければいけません。というふうに発言しました。しかしですね、これはあり得ません。 中国の国内だけでしたら、こんな需要は必要はないんです。しかし、欧州、アメリカ、東南ですが、日本はいりませんので、これはですね、大変です。つまり、中国の電気自動車ですね、中国で、中国の足を引っ張ってしまうんですよ。中国の産業にしても、中国政府の投資にしても、中国政府の削減にしてもですね、中国の経済にしても、全部終わってしまいます。つまりですね、外国では、 電気自動車ですね。あくまで選択肢の一つにあるんです。例えば、ガトリン車もあって、ハイブリッド車もあって、あるいは水素自動車もあって、そして次は電気自動車あってですね。なので、選択肢は4種類も5種類もあるんですよ。自由に選択肢はできます。でも、中国の場合はこれから電気自動車だけとなってしまうんですよ。でも、外国では全くいりませんと言われます。 これはですね、もうダメです。次です、9。6月7日、スウィーデンの国防大臣、ポール・ヨンソンさんが初めてフィリピンを訪問しました。フィリピンの国防長官の会談して、スウィーデンの国防長官を発表して、中国がフィリピンに対する危険な行動は世界の安全を驚かす。スウィーデンというのは中立国家のイメージであって、 でも、スウェーデンの国防大臣の発言はとても珍しいんです。これからフィリピンに対して、スウェーデン製の新型戦闘機を売却します。領土を守るために協力したいです、と、スウェーデンの国防大臣が言いました。北京政府は南シナ海を自分の内海として、あるいは自分の領土ですよ、と主張しました。フィリピンの船に向けて放水地を発射しましたし、 船は損傷。また、負傷者も出ました。こういう行動は許すことはできません。南、シナ海だけでもないし、世界の安全にも関わります。というふうに、スウェーデンの国防大臣が発言しました。つまり、フィリピンを支持する国がどんどん増えてきているというのが状態です。そして次ですが、いつもですね、中国の詐欺の話しますけれども、今回ですね、 中国の小学校5年生の女の子がの発言がですね、ありまして、ものすごいですね、和田となっています。そしてですね、これは非常に価値あると思いますので、皆さんに報告して、みんなで考えてほしいんですよ。こういう考え方どうでしょうかと思いますが、この小学生、女の子ですね、5年生ですが、親に向けて自分の計算、自分の価値観、自分が知っていることですね、 まとめて発言して、あの、親がですね、このことを撮影して、ネットに公開し、まあ公、公開して、あの、公表してで,ですね、わただんだりになっていますが、まず説明しますが、中国ではですね、まあ、競争が激しいので、幼稚園からものすごい教育に力を入れていくんですよ。都市部の親はですね、特に教育重視です。 多くの親さんですね、国際数学オリンピックに出れるように、小さい時からですね、算数をものすごい猛勉強してもらうんです。また音楽とかダンスとか美術、水泳とかですね、も勉強してもらうんですよ。ものすごいお金もかかるし、子供も全然嬉しくないんです。自由がないんですよ。小学校5年生の女の子ですが、自分が勉強した算数とか、 使って自分の人生の設計をある程度しました。親にですね、楽になってもらいたいというのが思いなんですよ。彼女の計算では、7歳から22歳、この15年間ですね、基本ですが、学校を通います。ちなみに、大学には行かなくても良いと思っています。毎年の現状、今の状態ですね、現時点では、毎年の塾代ですね、 家庭教師代ですね。趣味の教室代ですね。約毎年3万元かかってしまうんです。約60万円ですね。かかるんです。これはですね、これから全部やめてしまいましょうと。社会保険料を納付しましょう。というふうに彼女が提案しました。これについて私が説明します。中国の社会保険制度があって、年金制度もあるんですが、ただしこれはあくまで都市部の場合ですね。 18歳から納付可能です。15年間納付されたら受け取ることができます。受け取ることがですね、できるんですが、つまり受け取っていいんですよ。これは受け取る資格があるよっていう話です。ただしですね、15年間納付したらすぐに受け取ることはできません。今までですね、男性の場合は55歳から受け取ることが可能です。女性の場合は50歳から受け取ることが可能なんです。 これはですね、今まででした。2013年改正されて、男性は60歳からなんです。女性は55歳からなんです。これからですね、女性は60歳、男性は70歳となっていく可能性もありますが、ただしですね、納付に対しての条件をものすごい緩和しました。都市とは関係ないんですよ。どんな人でも、えー、納付は可能です。 臨機応変の仕事をしてもですね、納付は可能です。例えば、会社が納付してくれません。でも、個人として納付も可能です。つまり、年齢という制限はなくなりました。女子の計算では、約毎年ですね、3万件かかりますので、3万件をですね、1万件だけ出して社会保険料として納付しましょう。つまり、15年間納付します。15年間で、 納付したら約15万円ですね。かかりますので、約300万円です。このお金ですね、55歳から受、OK、け取ることが可能です。これは年金社会保険料と言いますが、残りは2万円ですね。これは今までは、例えば、学習塾とか、家庭教師とか、主趣味の教室ですね。かかりますので、まあ、かかってしまうんですね。年間ですね、これは、貯蓄しましょうよと言います。 毎年ですね、2万元貯蓄しますので、15年間の定期預金にして、15年後、約40万元貯金できますので、原因はですね、中国では利息約3.2%、3.3%ありますので、15年後も貯金しますので、元金プラス利息40万元貯金できますので、つまり約800万円ですね、貯金できますっていう意味です。 この40万件をですね、23歳から55歳までの生活期にします。55歳からですね、年金もらえますので、これでいいでしょうというふうに計算なんです。32年間40万件使うというふうになってくると、毎月ですね、約1000件使うという意味です。約2万円ですね。ただし、これはですね、多くはないんです。55歳から年金もらえますので、いいでしょうかという話です。 毎月ですね、1000ですから、約2万円ですので、生活は、あの、できなくはないんですが、結構厳しいんですよ。ただし、家はありますし、住宅ローンはさすがにないですし、気軽にバイトをすればいいんですよね。というふうに彼女が言っています。まだ、小学生ですので、もしですね、無理であれば、物件ですね、持ってしまおうというのがあります。ただしですね、これについて説明もありました。自分も、親も、 楽になるんですよ。すごいお金ですね、かかってくれるし、親が苦しいし、自分が大学に行ってもですね、ものすごいお金かかるし、卒業しても仕事がないでしょ。仕事があっても月収は3000元とか4000元ですね、約6万円、8万円ですね、なってくるんですが、今までですね、たくさんのお金を、まあ、払ってくれたしお、お父さん、お母さんに対して、 親に対する恩返しはできる自信がないんですよ。当然ですが、自分はですね、もう結婚はしないし、家庭を持つことは考えていないんです。というふうに言っています。すると、親と暮らしをして、最後まで親の世話しますから。というふうに言っているんですよ。その方が効率的ですし、現実的でしょう。というふうに言っているんですよ。 この絵ですね、やはり小学生ですので、ここまで発言していいのかというふうになってくるのですが、ネットではですね、やはりま考え方ですね、たくさんありますので、紹介します。一つはですね、義務教育の教育では不十分です。大学まで行きましょう。かなりお金はかけてしまうんですよ。でもですね、これは時代によって違うでしょう。いい時代、例えば経済発展の時代であれば、大学行って、それから卒業します。 自分が勉強したことですね、活用できる、活用できますので、これはいいんですよ。でも、現在卒業しても、4年間の大学費用、生活費、4年間分の時間ですね、何年ですね、働いて回収できますかということなんです。今の時代でしたらですね、やはり考えなくてはいけません。というのが今の状態です。 一部のお父さんお母さんですね、答えました。自分の子供が大学を卒業しました。現在はリストラされて離婚もしてましたし、孫を連れて帰ってきたんですよ。我々が逆にお世話をしなければいけません。おかしいでしょう。でもお世話しないといけないですし、というのが現状なんです。あるいは他のお寺さんですね、爆大なお金をかかったし、仕事がどうせないし、ちなみに自分の息子、今家にいるんですよ。 っていう親も答えるんです。なので、どうしようもできないですね。そして、一部のお父さん、お母さんですね、歳を取っていくとですね、子供の意見を尊重すればよかったのに、というふうに思ってくるんです。やはり家族と一緒にいることが大事です。例えば、子供に対して、結婚してほしいですよ、とか、孫の顔を見たいですよ、とか、発言しましたが、今はですね、も、ま、う、あ、全く言わないんです。っていうのがありますので、 私はですね、この女の子の発言を聞いて、まずはびっくりはしました。そしてショックでもありますが、確かにですね、女の子はまだ小学生ですので、ここまで発言していいのが、自分の人生はまだ長いですので、ここで決めていいんですかまたですね、やはり自分は子供ですの立場ですので、お父さんお母さんの立場は分かりませんし、考え方も分かりませんし、お父さんお母さんにすれば、やはりですね、最大限に、 自分の力を出してですね、子供に、あの、勉強してほしい。あるいは、えー、効果のないように、たくさんですね、ものを身につけてほしいんです。これが、お父さん、お母さんの考えなんですけれども、ただしですね、女の子の発言を聞いて、私も、えー、否定はできないんですよね。というふうに、私も思ってしまうんですよ。今の社会では、たくさんですね、まあ、後悔するですね。特に、大学卒業して、後悔してしまう人が、たくさんいるんですよ。多いんです。 この状態でみんな見ていますので、女の子ですね、そういうふうに発言してもおかしくはないというふうに思います。ただしですね、この雰囲気というのは、まあ、これからですね、どんどんますますひどくなっていくでしょうし、これで中国の社会ですね、みんな自信がなくなってくるし、もうどうでもいいよねとなってくるんですよ。これで中国の経済ですね、社会もそうですが、まあ、発展というのはですね、私はまあないでしょうかというふうに思います。 別にですね、まあ競争社会が良いか悪いかの話ではなくて、やはり若い子ですね、青年の夢が大事なんですよ。私も動画で何回か話をしましたが、子供さん、あるいは大学生の夢ですね、とても大事なんです。夢を持って頑張ろうとするんですよ。それで投資家たちは出てきて、投資でですね、夢を実現するように投資するんですよ。これがまあファンドビジョンですね、出てくるんですが、でもですね、あの、 今今は全くないんでですす。よ。これが今の状況ですまた、中国の経済ですね、特に今回の、えー、全国統一試験ですね、大学入試についての情報について、また話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。